神様ってどんな神様かというとね、皆さんに二つのことを約束してくれるんだって。それは何かというと、豊作と健康です。豊作を約束してる神様と健康を約束してくれる神様だって。年神様は皆さんのうちの門松のあるところを目印にやってきて降りてきてくれます。そうするとそのおうちが豊作であり健康でありますように、それを約束してくれる、その目印だったんです。一年中生き生きしている植物、それを縁起がいい植物といって飾るんです。そして下の方見てみると木を割ってますね。これマテバシの木を割って飾ってあります。これ斜めになってるでしょ。まっすぐ置きますけどね。ありがとうございます。どうぞ。あ、くっついてます。すごい。いつです？はい、どうですか？いいと思います。はい、いけてない。よっしゃー、いけた。はい、プレーよし、どうだい？こうか。笑ってるよ、ほら笑ってるね。え、はい、ねえ、かわいいじゃん。ちょっとあれ、今度オッケー、はい、よし、オッケー、いいよ。このまま差し込めよう。これすごい、砂行こうか。かわいい。お砂に行こうか。先生、いいじゃないですか。あ、これこうやって中に、えがりが明るい。え、そうなの？そうだよ、逆であるの。後で後悔してほしい。ねえ、コウメさんの次に行こう。ねえ、ハサミある？めっちゃ綺麗。どう？いいよね。はい。じゃあ口持ってる。手入れてる。これは山の近くに。こっち真正面ね。んで、これ持っておいて、ここまで。ちょっと押さえて。これを入れる。そう、入れる。竹に入れるんじゃないよ。なんで中に入れるんだよ。どうぞ。なんかやるっしょ。そう。切り口がずいてる。まだまだ、ここに中にズボズボしてて。はい、そう。いいよ。はい。ずれてる。これを飾ろう、今度は。ここがこう。で、ここをバランス的に。うん、わあ、ちっちゃい。見て、めっちゃいいよ。後ろのやつを。間違えた。こっちこっちやって。はい。ああ、裏地は置きっぱなし。はい。線量もやろうか。どこら辺に入れよう。ギリギリ。砂山買いたい。ここに赤が見えるように。赤が見えないとこの後ろがいいかな。どうですかね。グッて。カトマト作りはどうでしたか。初めて。はい。初めてです。いい正月が来ますね。はい。こっちこっち。サッカー取ってどう？あら、ありがとう。はい、どうぞお願いします。まず、はい、竹選んで、はい、切るところが楽しくて、はい、
次に砂を入れて飾り付けのところを工夫して、はい、とてもいっぱい置けたので良かったです。上手に作ったですね。はい、今日が楽しみだね。はい、上手に作れて良かったです。いいじゃん、賑やかだったね。染料は染料入れないと。困ったことがいい風に変わるようにという願いが込められている。バツがすごい。はい、はい、こっち向いて。すげー。僕のお母さんもちょっと願いしますね。作ってて、作ってて楽しくて、はい、今度は玄関の辺に飾ろうと思います。そうですね、よくできてますね。今日が楽しみだね。はい、今度は台所じゃありません。出来上がった感想を聞かせてください。なるべくで大きなの使ったんで、ちょっと味わいができたかなって思います。はい、上手に作りましたね。ありがとうございます。今日が楽しみだね。はい、竹、梅、何先生だっけ？梅がない。おっしゃ、完成。やった。奥までぐぐって抜けちゃう。先生、これでいいんですか？カトマツを作ったファンサムちょっとお願いします。はい。はい、今日はあれ松に松ぼっくりがついてたので、それをここに飾ってみて、はい、いい感じにできたので良かったです。上手に出来上がってるね。はい、今日が楽しみだね。はい、はい、カズマと作った感想を聞かせてください。はい、思っていたより、はい、上手に作れたので良かったと思います。はい、上手に作れてるね。はい、ありがとうございます。今日は楽しみだね。はい、楽しみ。可愛い。はい、クリスマスみたいな実を小さく切って、はい、前に飾ったところが可愛くて上手にできたと思うので良かったです。はい、上手にできてるね。はい、今日が楽しみだね。はい、まだいけるよ。まさに鬼滅の刃。なぜ？そうですね、写真撮影をしないとですよ。え、探すでいい。私ですか？ほら、藤の花。藤の花っぽいね。あ、いいね、いいね、上手。ソーシャルディスタンス。ソーシャルソーシャルディスタンス。イエイ。ソーシャルディスタンス。っていうことは私たちがなんで？あれだから紙にダメって書いてたマミ。片松のパーサムって聞かせてください。どこでポイント置きましたか？ここに。はい。カドマツ、こすったカドマツを置いて、はいはい、このカバタンとか、はい、難点とかを置いて、はいはい、シンプルになってよかったです。上手にできてるね。はい、今日は楽しみだね。最初にちょっとたくさん作すぎてごちゃごちゃしてたけど、すっきりきれいにまとめられたかなって思います。何のためにカドマツを作るのか知らなかったけど、今年は何のために門松を置くかも知れて、その思いも門松に込められたかなと思います。地元では一度も門松を作っていないので、今日初めて作ってとても楽しく上手に作れたので良かったです。まあ、無理すぎ